それではただいまより、第49回 AGI 成長戦略フォーラム、空港民営化と空港間競争の重要性と題し、慶應義塾大学名誉教授、AGI 客員教授の中条牛尾先生にご講演いただきます。講演に先立ちまして、中条先生よりレジュメをいただいておりますので、 今から皆様にチャットで送付させていただきます。なお、途中からご参加された方にも、ジュメをお渡しするため、何回か同じファイルを送信させていただきますが、ご了承ください。それでは、まず初めに、当研究所所長、第2票より大会のご挨拶をさせていただきます。第所長、よろしくお願いいたします。はい 皆様、こんにちは。アジア成長研究所のタイです。本日はアジア成長フォーラム、成長フォーラムに多くの皆様にご参加いただき、心よりお礼申し上げます。アジア成長研究所は、地元貢献を重視した日本を代表するアジア研究機関として、研究活動の成果を皆様や地域経済へ歓迎していきたいと取り組んでいます。中でも、 北九州空港火星化策については、はた理事長をはじめ、研究所内外の研究者とともに力を入れ取り組んでいます。皆さんもご存知の通り、北九州空港の火走路延長事業が昨年12月に着工しました。現在の火走路 2500m ルが 3000m に延長することで、長距離国際貨物機の定期便 就航が可能となります北米、欧州との航空貨物需要が見込まれ、国際貨物輸送の拠点機能強化や産業の国際競争力向上などが期待されています。本日の成長戦略フォーラムのテーマは、空港免疫化と空港,空港間競争の重要性で、 スカイマーク設立にもご尽力された元日本交通学会会長、慶応技術大学名誉教授の中条潮先生を講師にお招きしています。北九州地域経済の活性化への貢献が大いに期待される高校に関わる内容でもあり、ご参加の皆様に,にも興味深く聞いていただけると楽しみにしています。では中条先生、よろしくお願いいたします。 はい、えー、こんにちは、中条です。画面共有をいたします。はい、えっと、あの初般の事情から、えー、古いカメラを使っているものですから、あ、えー、見えておりますでしょうか。画面見えておりますかはい、見えます、はい。はい、ありがとうございます。古、え、い、ー、カメラを使っているものですから、 ちょっとあの私の顔がボケて見えているかもしれません。ご容赦いただければと思います。ボ、え、ケ、ー、てるのは顔だけじゃないだろうなんていう、そういうツッコミは、えー、もうそれもご容赦いただきたいと思いますが、えー、さて、今日はですね、あの空港のお話をいたします。えー <laughs> まあ今日あのご参集いただいている皆さんの中には航空業界の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ようやくですねえこの2年、3年のですね苦境、なんとか回復してきた航空業界であります。国内線についてはコロナ前 上回る位相量、えー、国際線についてもあの、コロナ前とほぼ同じ、あるいは9割、8割まで、えー、回復を、えー、してまい、えー、りました、えー。パンデミックと国際紛争って困難を、まあ、乗り越えてきたわけですね。で今後も、えー、顕調な増加を進めて、えー、続いていくだろうと私は、えー、推測しています。こういったことは、あと何度もまあ起こりうるわけですけれども、それを乗り越えていくだろう。そして、えー、CO2 対策。 なかなか強敵のグレタさんが,です、ね、立,ちはが立ちはだかっているわけですけれども、これも私はあの技術革新にかなり大きな期待をしております。特に水素エネルギー、ね、グレタさんは多分石油でしか飛行機は飛ばないと思っているようですけれども、水素エネルギー、だいぶ実用化に近づいてまいりました。まあ、そういったこことでこれからも航空輸送はどんどんん 増加して発展していくであろう、しかし一方で、こういったマイナスの部分にも対処していかなければいけない、そうなればインフラとしての空港の重要性というのは、今後も変わらず、むしろもっと効率的な整備と運営が必要ということになります。そののためには空空港港民営化とと間競争が要ですよいうお話を 今日はさせていただきます、えー、私はあの自分を紹介するときに、規制改革論者で失敗した経営者で、えー、ウィンドサーファーだという、こんな紹介の仕方をするんですが、今日は時間がありませんので、この失敗した経営者というところとウィンドサーファーというところは割愛をさせていただきます。えー、かななり、えー、過激な、えー 改革論者でありまして、まあ、の理事長の八田先生と同じぐらい過激であります。で特にその中でもまあ航空の分野に力を入れて、扱いマークの設立などにも参加をさせていただきましたで。その私が40年にわたって主張してきたのが空港の民営化であります。えー、40年もよく飽きないなと。 思思われれるかと思いますけれども、まあ、なかなかあの制度が変わらないから仕方がないんです、ねあの、規制改革論者って規制があるから飯食ってんだろうなんて悪口を言う人がいますけれども、えー、最近本当にそうじゃないかなと私は思うようになってまいりました。えー、この、うんえー、空港民営化のです、ね、ほぼ40年の経緯をまず簡単にあのお話をしたいと思いますす、えー、私が自自自立立立のの頃、えー、要するに三流にして自立の自立であります。 要するに30代の頃ですね、1980年代であります。その頃、世界の空港は、えー、公的な組織の管理、運営が普通でした。国や自治体が管理、えー、所有して管理する、これが普通でした。日本でももちろんそうでした。そういう中で、この80年代の半ばにイギリスが空港民営化に着手をいたしました。えー これが私が30代の頃の写真ですけれども、その頃にオックスフォードに留学しまして、大変大きな影響を受けました。なんといってもやっぱりサッチャー政権の改革、これから大きなです、ね、地域を受けました。その一つが空港の民営化でした。イギリスは1980年代半ばに、まずヒースロー、ヒースロー空港というイギリスには、 えー、大変大きな、えー、皆さんもイギリスに行かれると必ずお使いになるです、ね、空港がありますけれども、このヒースロー等々の大規模空港、これ、公社であったのを完全に民営化しました。そして、自治体の空港をまず株式会社の形にして、そして、えーえー、その株を民間に売りに出すという形で民営化をしました。 これによって、まあ、あのイギリスの、えー、定期航空が飛んでいる空港はほとんど全部民営化されたわけですね。で、ここには多様な産業がどんどん新規参入をしましたで。建設業界からです、ね、バス業界、それからあのイギリスにはポークパイという食べ物がありますけれども、そのポークパイ、えー、会社などもです、ね、参入をしました。これ日本のイメージで言うと例えばあの アンデルセン・高木パンさんとか、ですね木村屋パンさんが空港ビジネスに参加すると、そんなイメージですね、ね、えー、そして、えー、そのイギリスは外資規制をかけておりませんので、外資もどんどんこの、えー、空港民営化の中でイギリスの空港に参入をしました。えー、その欧州一の大ハブであるヒースロー空港、えー、これを買ったのはスペインの会社です。 これも日本のイメージで考えると、羽田や成田をシンガポールの会社が買うという、そういうイメージ、ねで。地方空港にもどんどん外資が進出をして、オーストラリアの会社などがイギリスの空港を買いました。でこれはしかし、イギリスに対して一方的に外資が入ってくるというだけではなくて、 イギリスの空港もどんどん外国の空港に進出をしました、まあ、例えばオーストラリアが空港民営化をしたときには、イギリスの BAA がメルボルンの空港を買ったりしています。これがです、ね、イギリスだけではなくて、他の国でも同じようなことが行われるようになって、そして空港ビジネスのグローバル化が進展するということになったわけ。 ですえー、これ2018年の数値でありますけれど c エアポーツカウンセ e インターナショナルのデータを、えー、お借りしてお見せしていますけれども、世界の民営化の現状、ヨーロッパは4分の3の,4分の,3の空港が民営化空港になっています。アジアも半分ぐらいですね。意外なのが、下から2番目のノースアメリカですね、北米は実は1%しか民営の空港がありません。 これについてはまた後ほどちょっとコメントをしたいと思っておりますが、まあ、世界の半分の空港は民間になってしまっているというのが今の状況です。えー、私が自立の頃、イギリスが空港民営化に着手して、そして、えー、私が古希を過ぎた今ですね、世界の空港は民営が主流になっているわけですが、えー、日本では民営化はまだ著についたばかりです。 約10年ほど前にです、ねえー、ようやく民営化が始まったばかりです私は1980年代以降、えー、主張してきたこと、たくさんあるんですけれども、えー、大部分が、まあ、20年、30年、時間がかかりましたけれども、実現をしました、まあ。その中で空港の民営化、これは一番手ごわいです、ねえー、アイテムでありまして、えー、なかなか民営化進まなかったんですが、10年ぐらい前から、 えー、コンセッションの民営化、すなわち運営権の民営化という形で、えー、民営化が始まって、えー、おります。伊丹や関空を国所有の空港と、えー、書くと怒られたりするんですけれども、私はあのほぼ国所有の空港だと思っているので、そのように書いていますが、えーまあ、トータルで約20空港ぐらいですね、えー、これが、えー、コンセッションの民営化が 実施されていいる約10年ぐらら前からこういういい形になっていますでこのほか、他、えー、にも成田や羽田など多数の空港がコンセッションの民営化の検討中という状態にあります、えー。コンセッション、要するに運営権ですね、運営権の民営化が行われているという状態であるわけです。で さて、えーとまああの、ゼロベースに戻りまして、ですねなぜ民営化かということをちょっと考えてみたいと思います、えー。まずは消極的な理由なんですが、要するに公営にする必要性がない、まあ、基本的にあの、えー、公営、えー、のいろんな産業財がありますけれども、これはあの、えー、民間に任せておくのが普通なわけですよね。どうしても必要があれば公営にする必要がある。 ですから、まあ、スターバックスなんで民営にしなきゃいけないかなんて議論をする必要は当然ないわけ。私も空港はそれと同じだと考えております。で昔は空港っていうのは、えー、解任期間、要するに投資してからリターンを生むまでの期間というのがものすごく長くかかりました、えー。それは民間の投資家はそういったところにはなかなか投資ができないので、まあ、国や自治体が制御、えー、してきた。 また、えー、空港ビジネス自体が昔はまあ幼稚産業であったというそういう状況もありました。しかし現在はどちらも無意味であって、民間でも30年から50年の長期投資がです、ねえー、可能になってきています、えー。世界の空港民営化の中で活躍しているファンド、えー、これはまあ50年から最長です、ね、100年ぐらいまでの先を見込んだ投資ができるようになってきた。 わけですすねそういった状況の変化が、えー、あります、えー、世界のファンドの活躍の仕方というのは大変興味深くて、えーまあ、気が付いたら別の、えー、所有者に空港がです、ね、変わっているというようなこともあります。えー、ティーチャーズユニオンです、ね、教員組合なども世界の教員組合はどんどんこの空港ビジネスに、えー、投資をして、えー、おります。 えー、さて、あのえー、空港がです、ね、に対して、えー、の市場介入が不要だと言っているわけではないんですね。市場の失敗はいくらか、いくつか存在します。ただ、その市場の失敗は存在しても、えー、公営制度という強い介入の形態を正当化しないと私は考えています。えー、民営プラス規制、あるいは民営プラス補助で十分だという考え。 まあただ、あの消極的な理由だけではちょっと寂しいので、積極的理由も少し挙げておきますと、これ言うまでもなく、経営の効率化、コスト意識、利用者ニーズへの対応が可能になるということですね、えーまああのえー。ビジネスとしてやることによって、儲けることを空港が考えるようになるということで,で儲けるということは,、まあ日本では えー、あんまり良くないイメージを持っておりますけども、これは、まあ、あの徳川幕府が、えー、商人を抑え込むためにですね、も、えー、けるということはあの、えー、あんまり良くないことだという,ようなことをです、ね、あの植え込んだものですから、えー、そんなイメージがありますけど儲けるということは大変重要ですね。私はは、えーえー儲,えー、儲けるとということは より良い商品をより安く提供しているからこそ儲かるわけですね、それをやってなければ競争に負けてしまうわけです。もちろん、これは競争的なマーケットという前提が必要になります。空港のビジネスの場合も同じであって、空港のビジネスにとって重要な要素の一つに駐車場の収入というのがあります。 この駐車場の収入をいかに確保するか、いかに儲けるかというのはとても大事なことなんですけれども、えー、それを、えー、収入を増やすためには、当然のことながら、より便利なところに駐車場を作る、すなわち、まあ、空港の地下などですね、空港の内部、なるべく近いところに駐車場を作って使ってもらう、それによって収入が増え、お客さんにとっても便利な。 形になるわけですよね。で、これをですね。あの国や自治体がやっていると、なかなかそういった発想にはならない。当たり前ですよね。あの公務員の皆さん、金儲けするために公務員やっておられるわけでは絶対ないですよね。の金を儲けるということは、やっぱりビジネスマンに任せた方がいいわけです。で、それをしないと。空港の周辺に農家が？ 周辺の農家がビジネスチャンスをだとばかりにです、ねえー、駐車場を用意する、それは悪くはないですけれども、しかし利用者からすると、えー、周辺の農家に車を止めて、そこからまたバスに乗って空港に行くなんてとても不便なことになってしまうわけですよね。で,ですから、使いやすい空港にするためには、空港ビジネスの経営者が設けるという努力をするということがとても大事なわけです。 えー、すなわち商業的なマーケティングをやるということですね。えー、これが国や自治体がやっていると、陳情マーケティングになってしまいます。政治力を使ったマーケティングになってしまいます。これはもう世界では全く通じない状況になっています。えー、もう一つは、まあ、利用者負担による整備が行われることによって、 独立財産によって利用者負担による整備が行われるということになるわけですねえ。それによって整備の効率化が果たせるという点ですえ。無駄な整備が回避される。自分のところで投下した資産、資金が自分のところの空港整備に使われるという形にならないと、他で使われてしまったら稼ぐ意欲はなくなってしまいます。 あるいは自分たちが費用を負担しなくても、ターミナルを作ってもらえるというのであるならば、努力もしなくなってしまいます。したがって、独立財産を民営化することによって、それぞれの空港がそれぞれの収入費用、自分たちのものにするということが、無駄な投資を回避するという形につながるわけですね。 3つ目が周辺整備との経営の一体化です、えー。外部効果を内部化することがやりやすくなる。まあ、これは公営でもできなくはないんですが、基本的には公営ですと周辺整備は別の組織がやるという形になります。民間の場合には民間の空港が周辺の整備も一緒にやることが、えー、可能になります。えー、これはあの私鉄が長い間、このやり方でやってきました。えー えー、建設して、そして周辺の住宅開発もやって、それによって、えー、鉄道のもたらす外部効果を内部化するということをやってきたわけですが、空港も同じように空港の周辺を民営の空港は開発をして、そこにいろんな工場等々を誘致するということをやって、外部効果を内部化することができるわけですね。 重要です、えー、しばしば日本の空港整備ではですね、えー、空港の、えー、地域開発効果がすごく大きいと。で、すごく大きいから空港そのものは赤字でも構わないんだと。だから赤字の空港を作ると。そういった発想で空港整備が行われてきたという経緯が、えー、あります。えー、しかし、これ民間の会社であるならば、えー、そんなその、えー、不確かな、えー、地域開発効果、 と言われても、自分たちで開発をするわけですから、手堅い地域開発効果が得られるというところにしか投資をしない、従って絵に描いた餅の地域開発効果に期待するという、開部効果の大義名分化をです、ね、排除することができるという、そういった利点も存在します。まあ、世界の発展している民営化空港に共通の要素というのは、まあ、そういうわけで、 えー、商業的なマーケティングに徹しているという点ですね、えー、使用量、着陸量だけに依存しないで、旅客の数なども考慮して、航空会社や便、路線ごとにきめ細かく設定していきます。えー、これはあの空港マーケティングというあの領域がですで、ね、に出来上がっていて、えー、そういったその空港マーケティングに、えー、その卓越したマーケティング要因をいかに獲得するか。 ていうのが、世界の民営化空港にとってはとても重要な、えー、仕事に、えー、なっていますで。これは航空会社対応だけではありません。えー、空港のテナント、えー、いわゆるその、えー、ブティックだとかです、ね、それから飲食店だとか、そういったテナント、そして、ね、3番目は空港の旅客。 それに対するマーケティングも非常に特殊なマーケティングが要求されます。えー、同じお客さんでも、同じお客さんでも空港で買い物をするときの行動と、えーそのえー、一般的なあの市内で買い,の買い物をするときの行動というのは違うということが実は分かっています。こ、まあ、この辺りのりところも今日は詳しいお話を 時間がありませんまた別の機会があればお話をしたいと思いますけれども、そういった点をきちんと分析できているかどうか、これもやっぱり民営化空港の重要な要因になります。それ以外にも、アクセス交通をもう自前で整備してしまう、それからこれは、関西の民営化が。 同時に行われていないとダメなんですが、空港会社ごとに管制官を採用する、えー交通交。航空交通量の少ないところでは管制官の数は少なくて済むわけです。場合によっては必要がない場合もあります。えー、航空交通量の多いところでは優秀な管制官を高い給料で集めるということが必要になってきます。管、え、制、ー、の民営化と相まって、こういった空港会社ごとに、えー、それに適した管制官を採用すると。 いうことをするなど、まあ、市場に対応した諸施策を取り入れて効率化を図っているわけ。えー、こういったことはまあ民営化独立財産の成果と言っていいと思います。この民営化効果の分析っていうのはいろいろなまあ研究がありますけども、今日はそれを紹介している時間がございませんので、まあ、レジュメの最後に。 日本経済研究所の協力を得まして、いくつか参考文献を掲載しておりますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。で、民営化に関してはいくつか誤解もございます。 まあえー、今日あんまり時間がないので、こ,のこれらの点について、えー、一つ一つお話しする時間ないんですけれども、一つだけ申し上げておきます。赤字では民営化できないという、そういう誤解があります。えー、しかし、世の中には、えー民間、民間企業で補助金をもらって運営しているという業種はたくさんあります。えー、空港も同じでありまして、えー、補助金をきちんとした契約に基づいてもらう形で、民間 が空港会社が経営をすると、あるいは民間委託される形で経営をするという方法は十分にあるんですね。ですから、えー赤字でも、赤字だと民営化できないということは、これは誤解だということです。それから日本の空港は赤字だらけだから売れないだろうという議論があるんですが、これは。 えー、空港の収支というのをです、ね、考えるときにいくつかポイントがあります。まあ、一つはもちろん長期で見るべきですね、作ったばっかりの空港で、えー、投資したばっかりで赤字だからダメという、それはないという話。それから、えー、日本の空港は実はその航空系の部分と、それから商業系の部分に分かれている空港が大部分です。えー、航空系というのは、えー 滑走路等々の運営ですねでここの部分は国や自治体がずっと長い間やってきた部分。それに対して、ターミナルビルの部分と駐車場の経営、これは商業系の部分ですね。でこの商業系の部分っていうのは、実は黒字なんです、大部分のところでで。この商業系の部分っていうのは、航空系があって、えー、発生する外部効果の部分ですから、私はここは2つの収支は、 えー、合わせて見るべきだという考えです。で今ではあの国交省もこういう考え方で、えー、空港の収支を考えるようになってきています。それからこの3つ目は、これは私だけの主張なんですけれども、えー、飛行機に乗るとお客さんはその運賃の中に航空機燃料税というのを支払う形になっています。で私はこの航空機燃料税というのを廃止すべきだと考えています。 これはもともとはその空港整備等とを使うために取られているわけですけれども、まあ、例えば羽田から北九州までお客さんがスターフライヤーに乗った場合に、スターフライヤーにあの払う運賃のうち、いくらかがの航空機燃料税として、えー、お国に入る、そして空港整備の財源に行くという形になるわけです。これ,をこれはあの羽田空港や北九州空港には入りません。でなのでこれを ちゃんと空港に、それぞれの空港に入る形にする。そうすると、空港の収入は増えるのではないかと考える。えー、これに加えて、えー、空港の収支を見るときは、減価償却費なし、まあ、要するにまあ簡単に言うと、エビット d a ですね、これで見るべきだ。というのは、どうしてかというと、過去の投資というのは返ってきません。えー、あのー えー、私はあの、えーまあ、これまで新しく作られた空港の中で、こ,こういった空港はいらないというのは、建設前にはです、ね、そういったあのいらないといった空港があるんですけれども、えー、できてしまいました。で、空港できてしまったらです、ね、これは潰しても意味はないんですよね、えー。過去に建設にかかったお金は返ってきません。であるならば、これは当然、この空港は残した方が得策であります。そそしてその 収支をエビットディー d a で示して、えー、これを買ってもらうという交渉をするということが大事です。えー、この点も、えー、この数年は、えー、国土交通省もこのエビットディー d a を公表するという形で、えー、空港の収支をですね、えー、定義しております。<laughs> でまあ、こ,うこういった 見,見方で考えていくと、ですね私は大部分の空港が売れると考えています。イギリスが空港の民営化をやったときに、一番小さな空港はエグゼターという空港なんですけれども、ここは日本で言いますと、ですね沖縄選ぶ空港ぐらいのお客さんの数なんですよね。えー、離島空港でもいろいろなことを考えれば十分民営化はできる。少なくとも民間委託はできるというのが私の考え方。 えただ、そのようやくコンセッションがまああの20空港ぐらいまで行われているわけですけれども、じゃあ、それでいいかというと、実は日本の民営化にはいくつかの問題点があります。それについて少しお話をしますま。遅いという話はもう言いましたので、もうここは省略しましょう。大事な話は空港整備の特別会計が生きているという点。 これが日本の空港整備運営の本質的な問題点だと私は考えています、えー、この空港整備の特別会計というのは、空港整備、勘定という名前がついていますけれども、要するに空港整備のために、えー、お客さんが払った、えーまあ、航空運賃の中からです、ね、で、えー、その空港整備のためのお金というのが、えー、国のこの会計、全国プールの会計に吸い取られてしまうということ。 えー、東京から羽田から北九州空港にスターフライに乗ったお客さんが支払う運賃の中で、まあ、さっきも申し上げたようにあの、いろいろな形でその運賃は支払われるわけですけれども、その中に空港の使用料も支払われます。でこの空港の使用料は、えー、全部が羽田空港と北九州空港に行くわけではないんですね。で空港整備ののための費用は えー、一旦空港整備、環状という全国プールのところに入ってしまいます。そしてそのお金は必ずしも羽田や北九州に使われるわけではないんです。他の空港に使われる可能性が十分にある。まあ、端的に言えば儲かる空港の、えー、儲けでもって儲からない空港を整備してきた。 えー、この役割を果たしてきたのは、この空港整備の特別会計制度なんですね。で、このやり方でやっていくと、えー、自分で努力をしなくても、空港整備が、えーまあ、地元の努力なしでというと、ちょっと言い方がきついと思うんですが、まあ、地元の努力がそのままは反映しないで、空港が整備可能になってしまう。 そうすると、自分たちでお金を出しませんから、えー、立派なターミナルを作ってくれという要求を出す。これがまあ政治的な形で、その陳情が行われたりして、えー、そして、えー、無駄な投資が行われる、えー。逆に自分のところで一生懸命稼いでも、稼いだ分は必ずしも自分のところで投資ができないという形になります。 えー、これが不要な投資や工夫のない使用量の原因ということになります。えー、もうだいぶ減ってはきましたけれども、まあ、日本では、えー、国際線のターミナルなど必要のない空港に国際線ターミナルが建設されるなんていうことがありました。えー、国際線ターミナルを作るための費用を、えー、お国が出してくれるわけですから、自分たちで努力して稼がなくてもいいので、 えー、ターミナルを作ってくれという要求が当然出てくると、そういう形でまあ無駄な投資が行われてきた、えー、おそあの経緯があるわけで、えー。もう一つが地方債の管理が地方交付税の対象になっているという点ですね。これは地方管理空港の場合です。えー、地方管理空港の場合は、空港整備をするにあたって、やはり 空港整備の特別会計制度から補助金が出ますが、それ以外のところは自分たちで調達をしなければいけません。でその点では地元が努力をしなければいけないんですが、その際には対外の場合、地方債を発行しますで。その地方債の管理っていうのは後々、全部ではないわけですが、地方交付税の対象になって国から見てもらえる、えー、という形に補填してもらえるという形になります。 そうすると、やっぱり地元の努力100%で空港を整備するという形にはならないということになるわけですね。ですので、こういった制度を改めて独立採算で、えーえーえー、民営化された空港が独立採算自分の空港を整備するのは、自分のところの空港の使用量で対応するという、そういうやり方に 改めるべきだってコストを自分で負担させて、リターンは自分のものに、えー、してあげると、そういうやり方に変えるということをやらないと、民営化が、えーまあえー、外側だけのです、ね、ものになってしまうというのが私の考え方です。えー、実はです、ね、アメリカの空港民営化が進んでいない理由も実は同じような理由があります、ね。 アメリカにはやはり連邦の補助制度で、この日本の空港整備特別,の特別会計制度と同じような、えー、補助制度があります。でこれが、えー、大変手厚いものですから、そのリーグからなかなか、えー、出ようとです、ね、空港がしないわけですねで。そこから飛び出して、えー、の自前で独立採算でやろうとするとかなり大変だという状況があります。 それ以外にも、ここに書いたようないくつかの理由があって、アメリカでは、えー、空港の民営化がやはり進んでいないわけです。さて、日本の民営化の問題点3つ目です。えー、これまでのですね、民営化は全部コンセッションの民営化にとどまっているという点ですね。えー 現在の日本の空港、高速道路もそうなんですが、民営化は所有整備の部分と運営の部分を分けています。そして運営権だけを民営化している、ね、これをコンセッションの民営化と言います。えー、のコンセッションの民営化というのはです、ね、先進国ではなかなか稀です。大概コンセッションの民営化をやっている空港というのは、発展途上国。 先進国にもいくつか例はあるんですけども、どっちかっていうと、まあ、形だけのコンセッション、実質的にはですね所有の部分から民営化していると同じぐらいの効果があるような民営化をやっております。でなぜ発展途上国ではコンンセッションの民営化が進むあの、えーうん の比率が高いかというと、まあ、これはあのカントリーリスクがあるものですから、投資をする側もです、ね、所有の部分から全部民営化してしまうといきなり国有化されてしまって、接収されてしまうと、と、えー、そういった危険がある、それから途上国側からしても、まあ、空港をその先進国に牛耳られたいくない、したがって所有の部分は残しておきたいと、まあ、そういった意図があって、途上国ではこのコンセッションの民営化というのが、 主、えーえーうん、なんですけれども、どちらかといえば先進国ではコンセッションの民営化というのはまれなケースです。で、このコンセッションの民営化は悪くはないんです。まあ、一つの選択肢ではあります。ただ、これに限定すべきではなくて、まあ、基本は民営化するときには所有の部分から民営化をするべきだというのが私の考えです。そうでないとと企業としての責任能力に限界が当然 えーあのうん、出てきますいろんなことに対処するために、やはり所有の部分から民営化して責任を持って対応してもらうということが大事になります。2つ目は、まあ、企業価値を高めて売却するインセンティブが当然、働きませんで。先ほども申し上げたように、世界の空港ビジネスというのは、いろんなファンドが、えー、登場してですね、えー、そして、 えー、空港の価値を、空港を便利にして価値を高めて、そして高く売る,売るという、ですね、えー、こういったビジネスの場になっているわけですけれども、コンセッションの民営化ではこういうことができませんから、えー、当然、世界に出ていくということができないですし、世界の空港ビジネスの、えー、プレイヤーからすると、えー、このコンセッションに参加するというのはあんまりうまみがない。従って 参加企業がが少なくなくってしままううというデメリットがありますそしてもう一つ、もっと大事なのは、所有の部分で公的な組織による所有が温存されてしまう、そしてそこでは内部補助体制が温存されるという形になります。一応、コンセッションの民営化になりますと、運営に関しては、それぞれの空港がそれぞれの収入を費用に充てるという形で対応するわけですけれども。 整備の部分では全国的なこのあの先ほど申し上げた空港整備の特別管理は生きていますから、えー、その中で内部補助がなされてしまう、この公的な所有形態と内部補助体制が温存されるということになってしまう、これが一番の問題点だと私は考えています。さて、日本の民営化の問題点、最後です、空港間の競争を否定しているという点です。 えー、複数の空港をですね同一経営下に置くと経済効果が大きくなるかというと、私はとてもそうは思えないですね。えー、大きな空港を1つ作って、ねえー、複数空港ある空港を全部そこにまとめてしまうということをやれば、まあ、それは可能性はなくはないわけですけれども、えー、通常行われるのは、複数別々の地理的に存在する空港を。 えー、別,々別々のところに置いたままで同一経営化に置く、まあ、これはや,やればですね、まあ、社長の数を減らすことができますから、その部分の給料を減らすぐらいのことはできると思いますけれども、経済効果は大きくならない、むしろですね競争のメリットをなくしてしまうということになります、えー。私は複数の経営体を統合せずに競争させて、競争のメリットを最大限生かすべきだと考えていす もちろんこれはあの、えー、都市の規模等々にもよりますけれども、政令指定都市100万都市ぐらい以上であるならば十分この競争ができるような時代にはなっているんですね。あのイギリスでもあの民営化の当初、私が自立の頃ですけれども、えー、複数の空港を同一形態に置くということは是とされて、えー、ロンドンの、えー、空港も、えー えー、ヒースロー、ガトウィック、スタンステッドという3つの空港をです、ね、まとめて民間売却するということをやりました。ところが、えー、だんだんこの空港が発展していくと、相互に競争できるということが分かって、えー、きました、えー。空港は競争に馴染む産業だということが分かってきました。その1つの大きな理由が、えー、航空市場が増大していく中で、LCC がどんどん活躍してきた。 そして同一都市内での空港間競争が活発化してきたということです。えー、皆さんご承知のとおりあの、えー、ヒースロー空港っていうのはあの、ロンドンのヒースロー空港っていうのは、これは既存ごとの航空会社はみんなここを使うわけですけれども、えー、LCC ですね、えー、LCC はここは使わないで、例えば、えー、ルートンだとかスタンステッドといった郊外の2次空港を使います。 フランクフルトであれば、マインの空港ではなくて、ハーンなんていう120キロ離れた空港を使いますし、パリですとシャルル・ド・ゴールではなくて、ボーベなんていう北フランスのですねやはり80キロぐらいパリから離れた空港を使います。まあ、二次空港は使用料が安いから、ですよねそして民営化された空港っていうのは、生き残るために頑張って航空会社を誘致します。 スタンステッドなんていう空港は、えー、当初1980年代に民営化された時には本当に小さな空港だったんですが、えー、これをライアンがベースにして、えー、育て上げます。それから、まあ、ルートンっていう空港も、これも小さい空港だったのを、やはりイ、e、ージェットが育て上げる。えー、でその結果ですね、まあ、スタンステッドは成長したわけです。そうなりますと、えー ヒースロー、ガトリック、スタンステッドという3つの空港を持っている会社は、これは独占ということになります。従って、えー、競争当局はですね、えー、どれか1つを売りなさいという命令を出した。それで、えーそのえー、空港会社がスタンステッドを売るという形で別の会社に売ったわけですね。要するにそれぐらい空港間競争というのは可能になって、えー、LCC の発展によって、 可能になってきたわけですでこれはあの、えー、パリとか、えーそのえー、ひのロンドンとかいった大都市だけではなくてです、ね、ストックホルムだとか、そういった100万ぐらいの都市では十分にどこでも LCC と基礎大手の航空会社が別々の空港によりをよりどころにしながら競争をする、空港間競争が十分機能をしているわけですね。 えー、それから、まあ、あのハブ空港間競争というのがそれ以前からあったということもです、ね、これは、えー、空港が競争になじむという要因になりますし、また空港というのは、都市と都市との競争が,やおが行われている中で、まあ、福岡と札幌は離れていますけれども、都市としての競争はお互いにしているわけですね。まあ、そういったことも勘案すると、空港というのは競争になじむ産業だということが言えるわけです。 ところが日本ではこの空港間競争がほとんど認められていません。えー、日本では二次空港の活用に制約が課されています。例えばあの名古屋県営空港、これは元の名古屋空港です。で昔は立派なその、えー、空港ですから、あのー、昔は日本航空や全日空のジェット機が飛んでいた空港です。ところがこの空港、今はリージョナルな、えーえー、<laughs> 飛行機しか飛んじゃいけない。 制約がされていますなぜかというと、中部空港に影響を与えてはいけないから、それから神戸空港、ここもようやく最近国際線飛んでもいいよということになりました。えずっと長い間国際線飛んじゃいけない、便数も制限されていました。これは関西空港に対して影響を与えてはいけないということか。ね、それから広島西飛行場っていうのは、これはあの新しい、これももともと普通に。 全日空空や日本航空のジェット機が飛んででいた空港です、えー、これがまあ広島のまあ山の中に、えー、新しい空港が、えー、できたので、それで、えー、その新しい空港にとって、えー、脅威になりますから、この空港をは廃校になってしまうす、えー、100万都市ですから、十分に2つの空港を競争させれば、すごく面白いことになったにもかかわらず。 廃校なんというです、ね、とてもあのもったいないことをしてしまったわけですね。で要するに日本では、2、えー、次空港の自由な使用、それから空港間競争を認めていません。逆に同一都市の複数空港の運営を統合するということをやっています。例えば、典型例は関西の空港群です。関西空港と板見空港港と そして神戸空港の子会社を通じて3つの空港を全部同じ携帯が経営している。これはどう考えても独占ですね。それから北海道の空港、これも千歳を名手にして7つの空港をコンセッションで、えー、1つのまあグループにしてコンセッションで右側をしたえー、これは当然のことながら、えー、千歳空港に他の空港がおんぶに抱っこになってしまう可能性を。 持っています、えー。北海道の他の空港十分に私は独立採算でやっていけると、えー、思いますけれども、えー、そういった競争の目を、ね、次と、えー、次とってしまうそういった、えー、対応がされています。えー、まあ、関西空港に対して、えー、エアラインの人たちは、えー、しばしばシビアな、えー、批判をしたりしますけど、私はまあ、そりゃあだ。 独占だからそうだろうなというふうな解釈をしますけれども、えーまあ、それが理由かどうかは別としまして、ですねやはりあの空港の民営化というものには、ですね競争、空港間競争というものを同時にやらなければだめだということですね、それを考えて、えー、ロンドンは3つのうち1つを売れというようなことをやったわけですね。ということで、まとめです。はい 最初の3つは、もうこの今お話をした通りの話、4つ目ですけど、今日お話はできませんでしたけれども、国から自治体へのまあ補助制度、えー、これをまあ改革すべきだと私は考えています。えー、空港の中には離島の空港のようにライフラインの空港もあるわけですね。そういった空港にはやはり補助金が必要になります。そううういいった補助金のやりあの制度をどうするかというのは、まあ 国から自治体へのです、ね、補助制度を抜本的に改めるべきだと考えています。その内容については、今日時間をあのお話しする時間がありますので、省略をいたします。そしてまあ最後にです、ね、関西の民営化、えー、関西の民営化が行われて、えー、空港の民営化はまあ完結するということになるかと思いまままますそ、えー、それまでまだまだかかかななりりの時間がかかりそうな気はいたします。 えー、ということで、はい、えー、50分ほど経ちましたので、ご静聴、えー、ありがとうございました。私の話はとりあえずここで、えー、切らせていただきます。はい、ありがとうございます。それではここで、当研究所理事長、八田雑夫が登場いたします。八田理事長は、北九州空港へのアクセス向上にかかる提言をさせていただくなど、北九州空港活性化にかかる研究に取り組んでおられます。 それではよろしくお願いいたします。はい、あ、発達です。あ、今日はもう中条先生非常に整理されたお話で、あの大変勉強になりました。ありがとうございました。それで、えー、っと伺いたいことは私の方から伺いたいことは2つありまして、一つはですね。まあ、あの赤字空港っていうのはあの元来作るべきでゃないんだけど、作ってしまえばもうしょうがないよ。と、それは一種のサンクコストなんであの？ えー、それは、えーまあ、営業利益だけのことを考えて、それがちゃんとポジティブになればやっていけばいいじゃないかというお話だと思うんですが、それでその後ですね例えばその空港を売却するとかいうときに、この補助金の部分はどうするのかと、あの赤字を補填する部分というのは、もう最初にあのもうワンショットで。 あの補助してしまって、えあ大丈夫なようにするのか、売った後も毎年その決められた補助金をあの継続的に払うようにするのか、それはどっちがまああの利点があるでしょうかっていうのが第一点です。で第二点がもうちょっと肝心なんですけれども、福岡空港と北九州空港をまあ統合的な形態で。 やるべきだというのはもう、それ、ごく当たり前だというふうに最初言われて、まあ、私、ほとんど私、唯一反対してて、そんなもう、福岡空港の経営の中にこう入れられちゃったら、まあ、それはもう、全然、あのこっちの独自性を発揮することはできないと。あの、えーまあそののまそ 泥のくに乗るようなもんだとは言いませんけども <laughs> その要するにこちらで自由にやりたいということが制限されて福岡空港のために、えー、あのいろいろ制限されるということをずっと言ってきたんですがそ,のそれに対する反論はですねというかごく当たり前で統合すべきだと考える人たちは全日空とか えー、その日航とかの接続便のことを考えると別な空港になっているとそこの接続だとかシステムだとかが別々であの非常に何て言うんですかねあの、えー、料金があのまた新しく発生しちゃって無駄だということを言うんですね。でまあ、私は無駄そ,そこの時点で発生しても あの競争によって利益が売ることも大きいんじゃないかというふうにまあいつも話してるんですけど、その辺についてはあの中条先生のお考えはいかがでしょうか。この二点です。はい、ありがとうございます。まず一点目ですね。あのえー、これはですね、いろんな方法がある今あの鳩先生二つほどお出しいた,いただけたあのくださいましたけれども、それも含めてですね、あのもう売るときに、えー、契約前もってこういったやり方でやるよ。 という条件で売る、えーで、あるいは条件を2つ出して、このどっちがいいかという形で売るという方法もおそらくあると思います。えーの この,その何て言いますか、売り方を固定しないで、それぞれの空港によって、場合によっては、私が作らない方がいいって言っていた空港が、民営化されたことによって大分けするということもあるわけで、そういったことを考えているビジネスマンの場合には、補助金なしでも OK でえー買ってくれる可能性は十分。 あると思いますでえそういったところでだったら、もう御の字ですしで、そうでなくても、まあ、離島の空港なんかでまあどうしようもないようなところであってもです、ねあの、毎年どれだけの補助金でやるというやり方がいいのか、それともその比較的、将来的なことを考えて、 えーまあ、もすごく儲かったら、えー、そのけあの空港携帯の得になるし、そうでなかったら、まあ、自治体が損する場合もあるけれども、というそのや,ややばく知的な契約のやり方もあるし、そこは買う前に十分にすり合わせて、えー、条件を出して、えー、そ,のその中で、えー、募集をするという。 こととが、うん、やればいいいのかなと私は思っていますそれから2つ目ですね、これもやっぱりものすごく本質的な話なんですけれども、私は八田先生の観点からすると、競争しないとだめじゃないかという、まあまあ、これまさにですね、あのえー、それは私だけじゃなくて、実はその参考文献にもありますがアングラハムなんかも言ってるんですけれども、あのーえー 空港民営化について、まずい結果が出ているところっていうのは、対外の場合、独占の状態になっていると。で、競争させているところは、そ,のあの、まあ、そんなことはあまりないと。で、えーえっとですね、さっきちょこっと言いましたけれども、やっぱり関西は3つがまとめて同じ形態ですから、えー、これは私が経営者だったら、よあのね、かなり強固、えー 強固な、えー、やり方をすると思います、えー、儲かりますから、絶対。で,ですからあの、福岡と北九州を一緒にやったら、当然、独占になります。で、やはり競争をさせるべきだと思います。で、あのその乗り継ぎ便がどうのこうのっていうのは、それ,それぞれですねあの、福岡と北九州でそれぞれ乗り継ぎ便があっていいと思うし、まあ、私が、 あの北九州空港に、まあ、あの提言した中ではです、ねあるあの、マーケットによる役割分担、これができるだろうと思っています、やっぱり福岡空港は基本的に既存大手の航空会社が中心に、えー、やる、それに対して、えー、北九州の方はかなり余裕がありますから、えー、ですのでその、えー、今考えておられるあの貨物のハブですね、えー、これはあのすごく可能性があると。 思いますそれから LCC を、えー、積極的に誘致する、えー、これはあの積極的な誘致のやり方、秘策をこの前申し上げたんですが、秘策ですので、ここでは申し上げませんけれども、あのえーあのえー、それによって、ね、他ではなかなかできないような誘致を,をするそうう、そういう形で、貨物と LCC を中心とした北九州空港と。 既存大手の航空会社を中心とした福岡空港という形のマーケットでの役割分担ができればいいし、でそれによってお互いに、まあ、あのそれでもです、ね、その中でお客の取り合いということは当然やって、私は、えー、いいと思っています、えー。ですから、そういう点であの、福岡と北九州はあの別々の経営体で、別々に民営化すべきだという考えです。 ありがとうございました。パッタリ次長あの、もしご質問等あれば、まだあのお話いただいて大丈夫ですが、いかかがでしょうか、はい、どうぞフロアの方にいろいろご意見を伺ってください。はい、かしこまりました。では、パッタリ次長の方はあのこちらで退出させていただきます。ありがとうございます。あの中条先生は引き続き続ですねあの皆様からの 質疑応答に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。なお、あの、はい、恐れ入りますが、ご質問はみ短めにお願いしたいと思います。それでは、あの、ご質問のある方は、画面下の手のマークをクリックして挙手いただきましたらば、あの、口頭で、あの、お話しいただくことが可能です。いかがでしょうか で先ほどですね、ちょっとあのどなたかがチャットにあの書きかけられてたように思ったんですがあの、ちょっと拝見する限り消えてしまったので、こちらのちょっと手,手違いかもしれないんですが、もしあのチャットの方でもあのご質問あの受け付けますので、どうぞお気軽にあのご記入ください。それでは、えっと、一つご質問の方がるようなので、 えー、ご紹介させていただきますねとまず、羽田空港国際化ということが合ってるかと思うんですがあの、そうなった時に、成田空港は今後どうなっていかれると思いますか、よろしければご意見をくださいということですが、鈴木先生、いかがでしょうか。 はいえー、と羽田空港、国際化はもうすでに、国際化、だいぶ進んでいると思いますけれども、あのえー、実はですね、た、まあ、多分お聞きになりたいことは、羽田,羽田が国際化されたときに、えー、成田がまあ大変反対をしたわけですね。であのそ、その時にですね、やっぱりその福岡と北九州とのさっきの,あの八田先生の質問と同じような。 話がありまして、えーと、成田と羽田は一体的に営をすべきだという、そういう、えーえー、議論がです、ねえー、結構強かったです。羽田と成田は一体的に営をすべきだと。で、羽田,羽田を国際化すると、成田のお客さんが減ってしまって、成田がダメになってしまう、まあ、そういった議論がです、ね、あったわけです。私は全くそう思っておりませんで えー、結局、その後、まあ羽田の国際再国際化ですね、再国際化が行われて、えー、再国際化という言葉は皆さんお分か,お分かりにな,なってますかね、昔は羽田から国際線が飛んでいたわけですから、えー、それが成田だ国際線は成田だけという形になって、えー、羽田からも国際線が飛ぶようになるという意味で、再国際化なんですけれども。 羽田から国際線が飛ぶと、成田からお客さんがどんどんいなくなってって、成田空港、潰れてしまうなんていうことがです、ねまあ、言われたことがありました。だけど、私はあの全体の要するに需要の大きさの問題があってです、ねえー、それから考えると、実は今の成田と羽田の容量だけでも全然足りない。 えですから、必ず、えー、その成田がです、ねえー、の余ってしまうということは、まずありえないということが、まずこれが1つです。それから、あのお客さんは、えー、成田が遠いと思っているお客さんでもですねあの価格弾力性が比較的大きい、要するに安い運賃で、えー、飛びたいと思っている人にとっては、意外とそういった部分はですね、 苦にならならいんですねこれ今、今や LCC が成田空港からあのたくさん飛んでますけれども、学生さんなんかだと、ですね羽田に行くのも成田に行くのも全然気にならないで、えー、遠い成田でも全然いいという形でね選んでおられます、えー。ツアー客なんかもそうですよね、そういったことを考えると、えー、重点をの置き方次第で成田は十分に発展する。で 今の成田の空港の経営者の人たちは十分その点を分かって、えー、今、対応をです、ねえー、しておられます。えー、成田空港は絶対羽田に負けないぞという形での発展系プランをです、ねえー、出しておられます。えー、ですから、その対抗意識がです、ね、これが両空港の活性化につながるわけですよね。で羽田もそれれはううかうかしてられないです 羽田の方はむしろ今現在、えー、遅れを取っていると私は思っています。どうしてかというと、羽田の方は国管理空港で、空港ビルは民間ですで。民間の空港ビルは大変頑張ってまして、あの世界の,、えーそのうん、スカイトラックというです、ね、あの表彰な,などでも上位を占めていますけれども、これは空港のビルのビジネスについてだけ言われていることで、 航空系の方の評価、入ってないんですよねで。航空系の評価を入れると、えー、成田にだいぶ差をつけられていく可能性があります。ここをちゃんと一体的に経営する民営空港にする必要があるんですよね。その点では、成田にだいぶ遅れをとっている、えー、ということが言えますで。そういったことを考えると、あの空港の経営っていうのは、成田と羽田を一体的に経営するんではなくて、 でそれぞれがそれぞれの持ち味を生かして、えー、独立した経営をやって切磋琢磨して競争していくということが利用者にとって望ましいことだと私は思います。えー、これでえー、はいありがとうございますはいはい、はいはい、ではあの鈴先生ありがとうございました、はい、あの引き続きあの質問が来ているようなので。 チャットの方を読み上げさせていただきますがよろしいでしょうか。はい、はい。まずですね、1件目が貴重なお話をありがとうございました。2点ほどご質問させてください。はい、コンセッションが所に着いたばかりの日本では、空港基本施設の位置管理ノウハウはまだ公共にあると思います。また、なかなか国内空港コンセッションのプレイヤーが増えていません。この点 英国ではトップダウンで民営化を進め、さらに多様な業界からの参画があったとのことでした。なぜ日本と英国でこのような違いが生まれてきているとお考えでしょうか。まずちょっと一つ目でお願いいたします。えっとですね、あの、えー、えっと公共の方にあって全然いいんですよ。あの、えー、あの経営をするのが民間が入ってきて。 営をするのは民間が入ってきて、資本が入ってくるわけですけれども、多くの場合、です、ね、あの自実際に空港の運営をするのは、あのイギリスの場合でももともといたその、例えばイーストミンズランド空港であれば、イーストミンズランズ空港を担当していた自治体の人たちが、空港職員が民営化された後も。 かなり使われていますですから、そういう点でのノウハウはそういう形で受け付かれていくのでいいと思うんです。ただし、先ほど申し上げたようなマーケティングなの要因などということになりますと、これは自治体にはほとんどいませんから、やっぱり外部からあの、えー、雇うということをやらなければいけないんだと思います。でその時にですね あの日本の国内で集める必要は全然ないんでです日本の国内で空港マーケティング、まあ、最近、ようやくあの増えてきたと思いますけれども、えー、なかなかそういった人をです、ね、活用する、あの採用するって難しいと思いますから、世界から人材を集めてくればいいんですね。であの投資家が世界からあの来れば、同時に人もついてき、えー、ますから、そういった形で対応していったら、えー、どうかなと。 え思っていますで,ですから、日本とイギリスの違いということを、まあえー、言うとするならば、結局、コンセッションの民営化なので、えー、世界のですねあの有力なファンドがなかなか手を出さない、えー、せいぜい今、関空でバンシーがですね参加しているぐらいで、ほとんど日本は日本の国内の資本で成り立っているんですね。でこれどどうううししてかっていうと先ほど申し上げたように あのファンドは、ですねそのコンセッションの民営化っていうのはあんまり興味がないわけです、額が小さいですし、えー、さっきも申し上げたように、えー、空港の価値を高めて、ですね、えー、さらに売却するなんていう、そういったえー、面白さが全然ないわけですよね、えー。そうすると、そういったところが入ってくるようにするためには、やはりコンセッションの民営化ではなくて、えー、所有の民営化まできちんとやらせると、やっていいよと。 いう形にしないとダメだと思いまうそれをやそれをやればですね、えー、その資本と一緒に、えー、外資の資本と一緒に、えー、人材も、えー、たくさん入ってくると私は思っていますありがとうございますそれではあのちょっと同じ方の二つ目の質問の方を先に行かせていただきます a、えー、今とている一番下のものになりますが、えー、e ビット d.a. でも赤字で公共負担が現状もしくは現状よりプラスでなければ、そもそも事業が成立しないような空港において、 コンセッションを導入する意義はどのようにお考えになっておられるでしょうかということなんですが、こちらについてはいかがでしょうかこれもさっきも申し上げたように、あの要するに、あの毎年の収支が赤字の空港ですよねということだと思いますけれども、えー、そういったところで、えー、民営化、コンセッションの民営化やって意味があるのか、コンセッションだけじゃなくて、まあ、その私は所有の民営化をやってもいいと思ってるんですけれども、まあ、あのさっきハッ田先生にお答えした。 総りの話になりますけれども、補助金を、えー、つけながら民営化をするということは十分可能性が、えー、あると、えー、思います。で、えー、今ですね、経営が成り立たないと言ってるけれども、それは、えー、こうのやり方でやって、経営が成り立たないんですね。 であのいろんなあの、えー、業,いや業種、えー、業界でですね、あの競争との導入と民営化によって、それまで赤字だったものが黒字になるという実例はたくさんあるわけです。ですから、あの今示したエビ,エビット DA で赤字になっていてもです、ね、えー、そのここを改善すれば、えー、これだけの収入が得られるから黒字にしてみせるという、そういう。 経営体が買ってくれる可能性も、私は十分あると思いますし、まあ、そのどうしてもあの黒字にならないような離島の、えー、人口100人しかいないような離島で空港を経営するなんていう時には、そういう場合には補助金の額を一定程度、前もって約束しながら、民営化をしていくという方法で対応していくというやり方があるかと思っています。 はい、ありがとうございました。あのではまた次の質問の方があのチャットの方に届いておりますので、ご紹介させていただきます。えっと、まず我が国ではあの軍民共用空港が多くありますが、軍民共用空港の保有及び完成業務を民営化した際、まあ,あの特に外星の売却についてですけれども。 あの軍事情報の流出が懸念されますが、それについてはどのようにお考えなんでしょうかというようなご意見が届いておりますはい、えー、っとですね、あのーえー、実はですね、あのー、キャンベラの空港、オーストラリアのキャンベラの空港って、軍民共用なんですね。で、軍民共用なんで、これ、民営化したんですよ。で、あのーえー、要するに、あの軍民共用と民営化っていうのは、全然その相反するものではない。ねでその えー、感性に関してもですね、そういう点で言いますと、あの要するにそのセキュリティの問題と、えー、分けるということは十分に、えー、できると思っています。まあ、ただですねそのが、外国の資本が入ってきて、それが最初から、えー、何らかの、えー、保安的な、えーまあ、セキュリティの点でですね、 えー、日本に被害をもたらすことをもう目的として入ってくるというようなことがあると、それは防ぐことがやっぱりできないと思います。えー、ただし、それはですねあの空港を民営化したり、関制を民営化したから入ってくるのではなくて、えー、その公的な組織が関制をやっている状態だって、そういったところはいろんな方法を考えて入ってきますから、私はあまりその点について民営化、 との関係が優位、えー、かというと、あんまりそうではないんではないかと思っています。で、あのそれでそうであるからこそ、まあ、あの感性を民営化する、えー、国もありですね、それから空港を民営化する、えー、軍民共用の空港を民営化する空港もあるという、えー、実例があるんではないかと思っています、はい、ありがとうございました。 あのまたあの、QA に質問が来ているのでそちらをご紹介させていただきますがあのもし直接あの、挙手であの直接先生に口頭でお話ししたい方がおられましたらあの挙手の方もお待ちしております。それでは、著書先生、QA のところにです、ねはい、1>, 1つあの来ておりまして空港の運営、所有、管制の民営化のさまざまな方法について大変参考になりました。 空港民営化の推進の一方、混雑空港の発着枠の取り扱いについて、どの主体が管理することが望ましいのか、財産権やオークション、オークション制などなど先生のご意見をお伺いできますと幸いですということです。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、えっとこれまずですね、あの、えー、空港の発着枠混雑空港で空港の発着枠をどうするか、どう配分するかという話と。 それからそれを誰がやるあの担当するのかという話と、ですね、まあ、2つあの大きく分けて考えたいと思います。でまずあのえ、空港のです、ね、発着枠の配分方法は、私はあの今、えー行われ、日本で行われているようなその点数制のようなやり方とか、えー、お互い議論をしてやるというやり方では、あのあの どう考えても、えー、合理的な、えー、発着枠の配分にはならないと、えー、考えています。えー、あの例えばあの、日本航空と全日空との間で発着枠の配分が行われ、の議論が行われたときに、まあ、日本航空は国に助けられた空港であると、えー、航空会社であると、だから発着枠は、えー、遠慮しなきゃいけないとかですね。 破綻した会社が、ここまで、えーのえーえーえー、回復してきたんだから、効率的な航空会社であるから、えー、ちゃんと枠をもらってしかるべきだとか、そういった議論がありましたけど、そういった議論というのは、もうこれ、水かけ論でですね決着が出ないわけですね。で私はやはりあの大事な発着枠の配分というのは、 市場メカニズムに対応した形で行われるべきだ、と思っています、まあ、要す要この競争入札制というのは、すべての発着学についてやる必要はないんですね。えー、競争入札の結果、こうなるであろうということが、ほぼ確実に分かっている部分については既得権を優先して配分しても構わない。で、そのマージナルな部分を、えー、競争入札によって配分すると。 あるいはもう一つは、あのえー、発着枠のです、ね、売買、えー、これを認めるということですね、えー。それによって競争入札と同じ効果を、えー、与えることができます。さらに、えー、その競争入札の制度をです、ねえー、構築するのが、これがなかなかに大変なんですけれども、えー、その手間を考えるのであるならば、 えー、時間帯別の料金、えー、混雑時間帯は発着、えー、着陸量を高くする、えー、そういったです、ね、時間帯別の料金で配分をしてしまうという方法も、えー、当然、えー、あります、えー。そういったことを考えながらやっていく、あのまあ、要するにあの、えー、発着枠の市場価値を反映させるような形で配分をすべきだというのが私の、えー、考えです。それから じゃあ、その発着枠の配分を誰が行うかということですけれども、えー、今あのお話ししたようなその市場価値に対応して配分するというやり方でやりますと、えー、の行政はなかなか、えー、の口を出す機会は ませんあ,のありません行政だけではなくてです、ね、政治家が口を出すとか、そういったことがあの可能性が当然減るわけですね。ですので、そういう点からすると、まあ、あの誰がやっても構わない、その事務,所事務的な手続きを担当するだけですから、空港会社がやってもいいと思いますし、空港会社だけがやると信用を置けないということであるならば、えー、官民でそういった 組織を作って配分あのそういうその事務処理だけをやるですね組織が、えー、対応するという方法でもいいのではないかと思っています。ありがとうございます。それではまたあのちょっと質問の方が来ておりますが、あの聴講の方もお待ちしておりますが大丈夫でしょうか。それではえちょっとあの質問の方行かせていただきます。 あの空港がですね、商業的に成功するためには、どのような商業施設が必要だと思いますか。もし海外の成功例があれば、教えてくださいというような、ご質問も来ております。いかがでしょうか。えっと、空港が、えー、っと、成功するためにはど。商業施設、ね。商業施設、あ、はいはいえー、はい。はい、はい、えっと。はい、はい、わかりました。あの、えー、っと、ですね、あの、えー。 えー、それは私に聞くのは愚問であるというのが、ですね私の答えなんです。なんでかというと、私は、えー、研究者でありまして、空港経営者ではないんですね。で、なぜ私が民営化を主張するかというと、公務員や学者がですね寄ってたかってどうしたらいいかって考えていてもいいアイデアは実は出てこない。ここはビジネスマンが、えー、考える えー、そのために空港マーケティングというのがあるんですよね。えー、で,ですのであの、学者の思いつきをですねあんまりその、えー、の重要視されない方が私はいいと思うんですが、まあえて質問をされましたので、えー、のいくつかのです、ねまあ、例を、えー、まあ挙げたいと思いますけれども、あの例えばです,、ね、すごく細かいことを少し、えー、の申し上げますと。あの えっと先ほどですね航空旅客とそれからえっとその普通の買い物をする時の、えー、買い物客とはですね同じ人でも行動が違うということをですね申し上げましたでこれは実はその空港の待ち時間によって影響があるんですねであのちょっと今あの細かい数値をあのうんえー、出すあの お話しすることできませんけれども、あのこれはあのもしご興味があったら、アン・グラハムという人のですね、マネージング・エアポーツという本に、えー、出ておりますけれどもあの、1分待ち時間が、空港での待ち時間が長くなると、どれだけ、えーそのえー、購入量ですね、購入量が増えるか、そういう研究があるんですね。そういった、えー、ことを調査をしながら、 えー、その、えー、対応を考えていく。それから、あのえー、そのお店のです、ね、位置によって全然売り上げ,方売り上げが違う、ね。いや、それはあのあのお店の位置がいいところにあれば売り上げが多いという、そういう話ではなくて、えー、そこに飲食店があるのか、それとも、えー、っと本屋さんがあるのか。それがですね、 全然その、えー、場所によって売り上げが,が違ってくるんですね。本屋さんが置くとしたらここがいいとか、飲食店を置くとしたらここがいいとか、そういったですね市場調査結果等々もおあります、えー。そういったことをですねこう地道に見ていくということが大事ですね。で一方でその えー、空港の,です、ねえーそのまあ、エンターテインメント性というのを高めていこうという、そういった努力でもって、えー、の空航空旅客だけではなくて、ねえー、一般のお客さん空あの、飛行機に乗らない人も集めていこうと、まあ、これを考えているのが、まああのー、例えば、えー、マレーシアの空港のにあのクアラルンプルの空港でに、サーキットですね。 それを空港の横に作ってみたりとか、それから空港の中に美術館とかですね、博物館とか、そういったものを誘致してみたりとか、ジオラマを用意してみたりとかですね、そういったケースたくさんあるかと思います。これも私、北九州空港に提案している。 えー、中ではです、ねあの、空港でぜひ美術展をやりたいなというのを提案を,をしております。であのこれはです、ね、羽田空港ではあの、えー、その空港の、えー、補,税補税地域ですね、えー、ここを使って商業美術展をやり、オークションをやりました。えー、これはコロナ で大変にあのお客さんが少ない中で、ですね空港を盛り立てていくための、えー、方法としてですね実施されたんですけれども、えー、日本で最も高い競争入札の、えー、がですね成立するという、そういうあの大変なあの面白い成果も出ました、えー。そういったことをですね、そのえーまあ、北九州空港、私はあの。の 物流のハブとしてあの発展していくという、えー、十分な要素を持っていると思っておりまして、それについての提案もしておりますけれども、えー、その中にですね、えーその、せっかくの物流のハブなんですから、保税倉庫があるわけですから、それを活用して商業美術展もやる、できればオークションもやって、えー、世界にです、ね、北九州空港の名前を轟かせるというようなことをやってもいいのかなと思ったりも。 えー、しております、えー、あの話が冒頭に戻りますけれどもあのそういったいろんな例、ね、あの世界の空港のいろんな例アングラハムのマネジングディレクターママネジングエアポーツという本をご参考に、えー、されたらいいかなと思います。 ありがとうございます。ではそろそろお時間なので最後の質問とさせていただきたいと思いますが、挙手の方とかおられなければあの質問の方を一つ呼び上げさせていただきますが、皆さんいかがでしょうか。はい。ではあの一つあのちょっと方の質問をさせていただきます。あの空港を中心に物流センターやホテル、オフィスビルなどが一体的に整備されている都市を臨空都市と呼んでいるかと思うんですけれども。 あの北九州市民としては北九州空港がにぎわいのある臨空都市になればと思っています。臨空都市を目指すにはどのようなことに力を入れていけば良いと思われますかとのことです。よろしくお願いいたします。はい。えー、っとまあこれはもう私があの北九州市にいろいろ提案もしているところでもありますけれども、あのえー、っとまずえー、えー、さっきあの畑先生ね質問にも。 お答えしたところですけれどもあの、まずはコアになるものを考える。でそれが一つはあの、北九州空港の場合は、えー、貨物のです、ねえー、基地ですね、えー、特にフレーターの基地。これ、フレーターの基地にするのはなかなかにあのそう簡単ではないです。単純にあの、えー、ベリーカーゴで運んできたあの貨物の、えー、ハブにするだけではなくて、フレーターにするためにはいろんな、えー、その、 えー、条件があ,のありますけれども、北九州はかなりその要因を持っていると思います。で、その物流のハブとしてのフレーター基地をメインにしながら、そこからいろいろなものを、えー、継ぎ足していく、でその一つが私はさっき申し上げた、例えば、えー、美術展ですね、補税倉庫を活用した、えー、商業美術展、えー、というのもあ,ありかなと思います。 えー、思っていますそれから、えー、もちろんその、えー、物流のハブですので、えー、これ今度ですね、たぶん本間先生からですね、いろいろとご報告があると思いますけれども、農業の,あの生産品ですね、えー、これもかなりあの北九州空港は扱える可能性が十分にあると思っています。でそういったこととをいろいろ考えると リンク都市として発展していく一番の重要な要素っていうのは、フリーポートにする、特区にすることだと思っています。えーのえーまあ、ビジネス、あのアートビジネスだけではなくてですね、いろいろなものが自由に入ってきて、自由に取引がされて、えー、そして自由にそこから出ていくという、えー、そういった形にしていくことによって、まあ、その香港のような 自由な環境で取引が行われる都市になれば、これは世界からものが集まってくる、そしてそれに、えー、付随して人も集まってくるということになります。でそうなれば、えー、そのせっかくの海上空港ですので、その海上空港の えー、あの西側のところですね、あそこではウィンドサーフィン、東側の開けたところではヨットのレースをするといった、そういった海洋リゾート、えー、基地にもなりうると考えています。えー、そういった形で、えー、大変の夢をたくさんですね、えー、見させてくれる空港ですので、これからの発展を期待しておりますどうもありがとうございました。 あの、それではあのお時間の時間であのこちらの方であの質問の方は終了とさせていただきます。皆様からのご質問やご意見、たくさんいただきありがとうございました。それでは、中条先生、本日は貴重なご講演をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。